マウ,マウナケア山、マウナケア山、マウナケア山、マウナケアはハワイ諸島にある火山であり、ハワイ島を形成する5つの火山のうちの1つである。ハワイ語でマウナケアとは白い山の意であり、冬になると山頂が雪に覆われることから名付けられた。マウナケア山山頂付近は天候が安定し、空気が澄んでいることもあり、 世界11カ国の研究機関が合計13機の天文台、マウナケア天文台群を設置している。日本の国立天文台が設置したスバル望遠鏡もここにある。また、ハワイ原住民との取り決めから13機以上の天文台を建設しないことになっており、今後新たに建設する場合は既存のものを取り壊すか新たな了承を取り付ける必要がある。この火山は 比較的液体に近い溶岩の噴火でできたため、平たい形になっている。噴火の周期は短い。ハワイ島を構成する順番に噴火した五つの縦状火山の一つである。マウナケアからの溶岩流は北西にある小原山の南斜面を埋め、自身の西及び南斜面は隣の勝火山、マウナロアからの溶岩に割れる。マウナケアの標高は千二百五メートルに達し、 マウナロアよりも35メートル高く、ハワイ諸島で最も高い火山である。隣のマウナロアとは違い、山頂にはカルデラがなく、多数の噴石球と火山採設堆積物が乗っている。このためにマウナケアの山麓上部は、マウナロアより2倍ほど急である。また、マウナロアより山体の解析が進んでいる。マウナケア山の最高点であるプーベ球は、 多数の噴石球のうちの一つであり、ハワイ諸島の最高点でもある。また、マウナケアさんは、裾野にあたる太平洋の海洋堤から測ると、1203メートルの高さがあり、エベレスト山を抜いて、世界で最も高い山である。しかしながら、マウナケアさんは、山全体の体積が非常に大きく、自分自身の重さによって海底が押し潰され、その高さは徐々に減少している。 マウナケアは火山進化の老年期にあり、約20から25万年前に草年期から移行した。草年期には、隣のマウナロアのように巨大な山頂カルデラを持つ、ソレアイト玄武岩でできた滑らかな縦状火山だった。老年期へと移行した後、溶岩は粘土の高いハワイアイトからベンモレアイトのアルカリ溶岩となって、噴火は完結的、爆発的になった。 その結果多数の重なり合う噴石球が形成され、カルデラを完全に埋めて覆い隠した。この溶岩の変化は、マグマ源が高圧の深いところに移動して、結晶の平行関係が変わるためと考えられている。マウナケアは、約4500年前に最後に噴火していて、現在級火山である。マウナケアの山頂は、高深夜の表記の間巨大な氷棒によって、完全に覆われていた。 山頂には過去30万年間に少なくとも4回の氷河エピソードがあったことを示す証拠が残されている。氷河モレーンは約7万年前と約4万から1万3000年前に形成された。山頂近くのアズサイ石場にある厚い岩石は溶岩が氷河の下で噴出した時に形成されたと考えられている。山頂付近の標高3970メートルの 地点にはワイアウコがある。またマウナケアには戦時時代に石器用の玄武岩が採掘されていたアズサイ石場がある。マウナケアの山頂平原はすべて森林限界の上にあり、景観のほとんどが溶岩で鉱山ツンドラがパッチ状に点在する。11月から3月まで標高3,400メートルより上で雪が降る。特に寒く雪の多い冬の間は。 1>, 1メートルを超える積雪が数週間から数ヶ月間にわたって4000メートルより上の山頂地域に残る。これはラニーニャ現象が起こった年に顕著である。これにより噴石球の斜面でスキーや他のスノープレイができる。これより少し低い部分は高有種のマウナケア銀剣層が見られる地域である。1600から2400メートルはかつては こアママネ森林だったが、ほとんどすべてが牧草で覆われる牧場地帯になっている。この地域は、ハワイにとって外来種であるハリエニシダの大繁殖に脅かされている。北と西斜面のほとんども牧草地である。絶滅の危機にあるフィンチに似たハワイ密水類であるキムレハワイマシコは、ほとんどママネの実の実を食べる鳥で、西斜面のママネないお森林に生息する。 多数の野生化した羊が標高の高い部分に生息し、土着の植生に深刻な影響を及ぼしている。風上斜面は約460から1600メートルでタウリンに覆われる。山の下部は広範囲にわたって農業地であり、以前は広大な砂糖キビ畑地域だった。1990年代に起こった砂糖産業の崩壊とともに、この地の多くは、 旧館地となっているが、一部は、牛の放牧地、小規模農場、及び木材パルプ用のユーカリンになっている。かつて、北米本土より持ち込まれたサボテンが異常繁殖した、時代があった、米国本土でのロゲオ大会の優勝商品として、持ち込まれたが、サボテンを食べるがによって駆除が行われ、現在はほとんどサボテンを見かけなくなっている。マウナケア山頂は、 世界中で最も天体観測に適した場所の一つと言われ、現在13期の世界最先端の天文台が設置されている。山頂は地球の大流圏のおよそ40%の位置にあり、大気中の水蒸気量も低く、他では見られない明瞭な夜空の像を得ることができる。さらに、山頂は逆転層より上にあり、晴天日は年間300日に上る。また、 北緯20度という低緯度に位置し、北天と南天両方の多くの領域を観察することができる。斜面がなだらかな縦状火山なので山頂への資材輸送も比較的簡単である。ハワイ島の低い人口密度は人口の光汚染が少ないことを意味する。これらの因子のすべてがマウナケアを最新の天文学にとって理想的な場所としている。 近年マウナケアへの望遠鏡の建設は法的及び政治的な論争の種となっている。地元の先住民と環境活動グループは、さらなる望遠鏡の建設は、かなりの環境ダメージを引き起こし偉大な文化的、重要を持つ地を汚すことになると抗議している。神話によると、マウナケアの山頂は、雪の女神ポリアフと多くの他の神々の住まうちである。ここは祈り、 埋葬、子供の清め、及び伝統的天体観測にも重要な場所である。それに加えて、山頂地域は固有種の昆虫、ウェキウバグの生息地であり、開発による影響が議論されている。この虫は、上昇気流によって山頂へと飛ばされてきた昆虫を食べる。水銀がこぼれ汚水の陶器が既存の望遠鏡で起こっていた。10年以上にわたって、この問題をめぐって、 法的闘争がハワイの法廷で行われてきた。2007年1月19日、第三巡回裁判所は適切な管理計画が承認されるまでマウナケアでのさらなる開発を停止する決を確認した。この判決が下されたにもかかわらず、いくつもの望遠鏡の建設計画が進行中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。